聞きたいこと思い出したあり、はい、ちゃんは、はい、なんかなんか身にならない飲み会には絶対行かないって聞いたことなだあるんでああい,かいか無駄な飲み会には絶対行かないんだって <laughs> あ,あんま行かないですねそうなの、はい、時間の無駄だから誰ら、はい、飲むのダメダメなんでえ面白いと思わないじゃあ何か自分のプラスになりそうだったら身になりそうないやつにしか行かない 身になりそうだなこれってなか分かんないじゃないですかそんなにけ,けどなんか明らかに全員知り合いのやつでとかあんまないですね全員知り合いの飲み会行かないのんあんまないなんで楽しくないからもう知ってるからもう知ってるから <laughs> 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 そういう子たちだったら飲み会じゃなくて狙い定めていったらおかしいんだけどそのこの子と話したいってことをランチとか、うん、お寿司とかに行きますへえ<ー>ただただの飲み会はあんましない

で僕もね、えー、高校かな高校かなんかの同窓会に行ったことあるんですけど、えー、やっぱり、えー、と僕はバリバリの現役会社社長をやりながらみんなはサラリーマンとして勤めていて会社の、ね、愚痴とか言ってるんですよねなんかそれ自体はね僕は昔の友達だし否定はしないんですけどなんかそこのフェレイヤーじゃないじゃないじゃないですかだから僕は何だろうなそうかわい大変だなっていうようなね、えー、ねぎらいの言葉をかけてあげるんですけどじゃあそこから関わって飲みに行こうとかも思わないですし必然的に疎遠になりますね んで。 僕、人間関係で、類は友を呼ぶとかね、えっ、ー、と、なんだろう、成功したかったら成功者と付き合えって言うじゃないですか。僕、そういう考えってあんま、ぶちあんま好きじゃないんですけど、でも確かに理にかなっていて、成功してる人と一緒にいれば成功するマインドが学べるんですよ。これ、マインドとか言うとなんかちょっとうさんくさいんで僕、あんま好きじゃないんですけど、でも実際そうなんですよ。でも、一方で、会社の愚痴とか言って、後ろ向きのやつずっと一緒にいても、自分もそういうふうに引っ張られちゃうんですね。人間って、環境に引っ張られちゃう生き物なので、絶対、それはあります。なので、えー、と成功したか だったら成功してる,成功する人としてる人と一緒にいた方がいいですそういう方がね成功する確率が高くなるのは残念ながら間違いないですね。 えー、王子は仕事関係や利害関係のない昔からの友達いますかまた友達は必要だと思いますか僕はね、うん、と昔は友達はいましたけど今、多分友達はいないと思うんですよねで東京にいるとそうなっていくんじゃないかなと思っていて絶絶対対にに今って全ての人間関係に利害関係係利害あるんですよ逆に言うと利害関係がない友達と会うような暇はないです、正直。 もちろんその利害関係っていうのがお互いにウィンウィン、お互い相互利益があって、いい関係であって、お互い成長していくような関係中がある人がいっぱいいるって感じなんで、まあなんだろうな、利害関係って言葉でけ、 で切り取ってしまうとすごいドライに聞こえるかもしれないんですけど、お互いに成長できる友達仲間というのがたくさんいるんですよ。そういう意味で利害関係と言っています。で、友達が必要かっていう観点においては別にいらないと思っていて、そもそも友達となんか、なんかこう楽しいね。悲しいね。とかやってる暇がないんですよね。正直で僕はそれがそんな自分が好きだし、それでいいと思ってるし、それぐらいストイックに生きていきたいと思っていて、そんな友達と何か楽しいや。悲しいってやってるんだったら、もっともっといろんなことを勉強したりとか努力したいなと思って真剣に思ってるんでい,いらないかなと思います。 海外の教育現場で働いています、えー。管理職の決定に愚痴ばっかの同僚たちにストレスを感じます。決定事項だから、まずは精一杯従ういを嫌ならやめろにと思うんですが、責任も取れないのに、そんな人ばっかり自分の考えを越しなこと考えてます。えーうん、まあ、でもね、そうですね。そういうふうに思っているんであれば、やっぱ自分で起業した方がいいんじゃないですか。うん、そもそもね、管理職。 のって嫌われてなんぼだっていうところがあるんで、まあ、実際、会社なんてそんなもんですよ。なんか、皆さんもね、思ってて、僕もいやあのまあ実際、なんだろうな、会社組織にいて思うんですけど、なんか会社がドロドロしないで円滑に回ることってないんですよね。やっぱり絶対上司の悪口言うし、管理職の悪口言うし、社長の悪口言うし、絶対そう不満で出るんですよ。これ人間だから仕方ないんで、ある程度織り込んでいかないといけないし、そういうのが嫌だったら、自分で起業するしかないんですよ。で起業して、えー、自分、今度言われる立場になるしかない、うこれ仕方ないと思います。はい えっとまずね、これからね、事業を立ち上げる方で、それなりにお金を持ってる方がやるべきことっていうのは何かっていうと、まずは、これ、マジで言いますよ、叩かれるかもしれないけど、言いますよ、飲みに行くことです。六本木とか銀座にに飲みに行ってください でえー、水商売の女の子と仲良くなりますよね、そしたら。で、そこで聞いてください、最近どういう人たちが飲みに来てますか、どういう人たちが羽振りがいいですかって聞いてください。えっ、ー、とね、これって、えー、大体の経営者って、ある程度お金を持ち出すと飲みに行くんですよ、これってまあみんな通る道だと思うんですよね、もちろん行かない人もいると思うんですけど、で、えー、業界ごとに、すごい調子のいい業界とか悪い業界っていうのは、飲み屋に集約されてるんですよね、調子のいい業界の人たちはいっぱい飲みに行く、悪くなってくると、六本木歌舞伎町 えー、新宿から新宿じゃんごめんなさい銀座から消えていくっていうのは結構もう何年も何年も繰り返されてるんですよだから一番儲かってるお金の匂いを駆けつけに行くのが知ってるのが夜の女の子なんですよでもちろん彼女たちはそれをねお金にするわけでもないですから僕たち経営者がどういう人たちがお金を持ってるかっていうのをリサーチに使うんですよねでえこういうジャンルが来てるんだっていうふうにまず目星をつけるそっからいろいろ研究していくこれはね僕やってましたマジで これが一番鉄板です。本当に。ネットとかで調べても、やっぱ情報が遅いんですよね。ネットの情報ってちょっと遅いです、今。もうもちろん早いんですけど、やっぱりそのタイムリーかっていうとタイムリーじゃないです。じゃあ生の情報どこにいるかっていうと、夜の世界にいるんですよ、意外と。これマジで。で、あんまりこういう発想ってみんなしないじゃないですか。だからこそ強いです。僕はそうしてました。 で、えー、シャンパンとかパン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 揺れてる人たちをまずリストアップしてですねどういう仕事をやってるかとかどういうジ,ジャンルかっていうのをですね質のお客さんの名前とかまでいらないですよ大体傾向わかるんですよね一昔前までは不動産すごかったですよかぼちゃの場所問題の前まではすごかった六本木でもなんかかぼちゃの場所問題ですごくいなくなったりとか、えーまあ、仮想通貨が仮想通貨ですごい時期もありましたけどいなくなったりとか、まあ、結構ね浮き沈めあるんで、えー、とーそこで調べます。で間違ってもそういういに、ね 飲み屋にはまわないでくださいね僕ねあのね、えー、歌舞伎町とかその六本木とかの飲み歩いて3年続く人ってあんま見たことないんですよ。 大体の人が消えてきますでもちろんえたまにねたしなむ程度に取引先との接待とかで飲みに行く分には全然かい,い,、まあ、いいと思うんですよね、まあ、そういうふうに消えたりしないんですけど毎日ね、えー、飲みに行っちゃうような人たちは大体消えてきますねやっぱりその今までね会社がプライオリティ高くて優先,優先は会社だったものが飲み屋に変わっちゃうと終わってきます 多分それが、えっ、ー、と、の転落の始まりです。だからね、これって、今、会社に勤めてる方も言えるんですけど、社長とか役員が飲み屋に入り浸るようになったら、その会社やばいです。危険信号です。マジで。マジでね。逆に言うと、僕たちは M&A とかでも会社を買うこともたまにあるんですけど、まあ、そんなにないけど、まあた、本当、ごくたまにあるんですけど、どういう会社を選定するかっていうと、飲み屋に入り浸って、そんな会社を選びます。なんでかっていうと、ここから業績が落ちるから。 業績が落ちたところで安く買えるかなって頭があるんで、そういうふうに見たりします。まあ、それでぶっちゃけ買ったことは、まあ、今まで一回もまだないんですけど、そういうふうに見たりしますね。うん。だって大体業績落ちるもん。で、困っていくんですよ。でも、そういう人って、もう一回遊び覚えちゃったから、もうぶっちゃけね、これ麻薬みたいなもんで、そういう飲み歩いて、飲み歩いて、ちやほやされちゃうと、もう忘れられないんですよ、それを。だからもう、今まで勤勉だった社長が一気に表現変して、元に戻れなくなっちゃうんですよね。うん。そういう人たちは業績が落ちますね。チャンスですね、僕からするとね。 mm